こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい、今回は松平家プレイ2話目でございます。前回は松平家でゲームを始めて、元康が大名になるまでの3年間縛りルールに従って待機、当主が元康に変わったら、これまたルールに従って今川家との親従関係を破棄しました。そして拡張開始、安城城、鳴海城と順調に獲得したものの、今川家と斎藤家の侵攻を受け、現在大ピンチとなっております。ちなみに今回の目標とルールはこんな感じ。それでは早速始めていきますぞい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ということで、今川の攻勢に斎藤が合わせてきて大ピンチよ。それでどうするんだよ、これ。まあ順番的に今川をまず撃退して、返す刀で斎藤を叩くしかないでしょうね。要するに順番通り叩くだけってことか。それじゃあ早速今川と合戦。6部隊1万2000対8部隊2万4000か。だいぶ不利だな。でも質はこっちの方が高いから、多分なんとかなるんじゃないかな。ってことで回戦。ちなみにどう戦うつもりなんだ。一応ディフェンスに定評のある元康くんにジジイの木口で敵の足止めをしてもらいつつ、こちらは左翼を抜いて敵の木口を狙うって感じかしらね。そんなうまくいくかなって思ったけど、右翼の敵がいい感じに渋滞してるな。左翼もコブ&打ち下ろしポイントを確保できたから有利に進んでるわ、とか言ってるうちに一部隊裏に走らせたんだけど、敵のノキ口キーパーがいるから一部隊じゃ壊せないな。でも左翼が剣上ルートを突破できたので、なんとか片方のノキ口破壊はいけそうよ。お、左翼の敵部隊全滅。これはもう勝ったわね。やっぱ防御力高い部隊がいると楽だな。8歳とは思えない信頼感。で、この威風により吉田城を獲得したわ。なんだよ一城かよ。長篠城まで取れる予定だったんだけど、これはしょうがないわね。それで次は斎藤と思ったけど、まだ皇族がいるのか。まあでも距離的に斎藤からよね。ってことで安城城付近で合戦。この合戦も劣勢だけど、向こうは国衆が多いな。こりゃ楽勝ね。ということで軒口壊して優勢勝利。被害も想定内なのでよし。岐阜は初気味だったけど、斎藤家の処理はこれで終わったわ。それじゃあまた戻って今川だな。今川の皇族の方は括弧に撃破しまして、これでようやく落ち着いたわ。って言ってもまたすぐ来そうだけどな。この後、兵力の回復を待ちつつ、織田の伊勢侵攻を眺めてたんだけど、はい、また来ました吉本さん。今川2万に武田の援軍5千か。まあ戦闘正面は全部防御拠点化できてるし、多分大丈夫だろ。そうでもなかったわね。なあ、編んでくるかなあ。やっぱこっちも防御拠点にしておけばよかったわね。ということで早速防御拠点に設定。安城城も放っておくと斎藤が攻めてくるので、ついでに防御拠点にしておいたわ。いやいや、今これやっても織田の侵攻には間に合わないだろ。今回は自力で迎撃するしかないわね。幸い今川が来るまで時間があるから、先に織田から片付けるわよ。ということで軽く2部隊ほど片付けたところで、斎藤家2万が追加で進行開始。あれ？これ本格的にヤバいやつだ。この後追加で1部隊片付けたところで、織田の進行が止まったわ。と思ったらすぐに次が来ました。さらに9000。ダメだ、こりゃ終わったな。そうは言ってもこの段階で鳴海城の攻城戦準備完了が残り18日ほど、敵が取り付くまでに準備完了できそうなので、ここは思い切って一旦騎乗しまして、兵糧を補充。すぐさま目前に迫ってる斎藤の迎撃に向かいます。今川も目前に迫ってるんだが、そっちは威風で吹っ飛ばす予定だから先に斎藤よ。ということで動産と合戦。敵は2部隊なので、サクッと1部隊倒して、動産は混乱ハメで倒す予定だったんだけど、今回も謎に前進してきたので、そのままの軒口を壊して勝利。斎藤の処理は終わったけど、すぐさま戻って今川戦よ。
5部隊6000対4部隊1万6000。これはきつい。まあでも部隊性能はこっちの方が上なんでね。やるだけやってみるわよ。作戦は最初の合戦と同様、右翼の元康くんで耐えつつ、左翼を高台を利用して突破し、敵の木口の破壊を狙うって感じね。左翼はいい感じの配置になったけど、右翼がまずいな。強撃されそう。右翼早く倒してほしいんだけど、相手が粘ってるわね。お、倒した。でもちょっと部隊を動かすのが遅かったわ。やばい、元康くんが持たない。早く強撃解除しないと。解除できたけど元康くん持たなかったな。まあでも自陣の軒口破壊は止められそうよ。とりあえず今攻めてってるこの部隊は倒すか。もう瀕死だしな。よし、撃破。あとは要所取って軒口一つ壊せば優勢勝利かな。勝ったな。なかなかきつかったわね。これで岡崎城に来る敵は一掃できたな。いやそれがまだいるのよ。ほんとだ、一部隊来てる。でもこいつより先に鳴海城に来てる織田の処理が先かもね。攻城戦でなんとかできるだろ。いや重要設備ないし、兵力差5倍以上あるし、そもそも質の高い織田軍なんでね。さすがに城主一人で防衛するのは厳しいんじゃないかな。ってことで、野戦で撃退します。そうは言っても野戦も5000対9000だから結構きついんだよな。でも高台があるからなんとかなるんじゃないかな。ちゃんとそれ活かせるように敵が動けばいいけどな。とか言ってたら初動でミスりました。強撃食らってるし。でもなんとか脱出。高台の方も投げだかギリギリ射撃できてるので、悪くない展開。崖下部隊が耐えきれればいいけど。てか自陣左翼もやばいな。ここで崖を得て敵部隊を倒して射撃に集中できるようになったわ。信長も撃破できたな。てか捉えてるし。でもここで左翼が崩壊。軒口も一つやられました。こいつはまずい。でも相手部隊は体力がなくて決定打にはならず、逆にこちらは敵右翼を突破。お、これはもらったな。最後の部隊は混乱羽で倒しきりまして無事勝利。合戦がずっと綱渡りだな。勝てばいいのよ勝てば。で、捕らえた武将の処遇、信長をどうするかだな。処断すれば後々楽なんだが。でもそれだとお世話になった人に成長した姿を見せに行く元康くんの目標に反するのよね。お世話になったのに首切るのはやっぱ違うよな。てなわけで解放しました。で、イフ。おお、名古屋城孤立。織田攻めのチャンスだけど、先に今川の進行部隊の迎撃ね。斉藤1600。はいはい。ということで今川の後続を処理。吉田城に来てた部隊も攻城戦で撃退しまして、名古屋城攻略と並行して斉藤の部隊に対応。なんか織田も来てるな。どうせ名古屋城で戦うのでそっちは置いときまして、とりあえず斉藤の迎撃も終わったわ。これで織田攻めに集中できる。ということで名古屋城に進軍開始。てか本拠の兵力やばくね。これ2000もいないのか。さっきの今川と織田の2連戦でかなり削られたからね。でも織田も国衆しか出せないくらいやばい状況なので、まあなんとかなるでしょ。ってことでサクッと国衆を撃退。名古屋城は1ヶ月ほどの包囲で簡単に落ちましたとさ。思いのほか手応えなかったな。で、ここで2人ほど投用に成功。そしてこの直後、今川軍1万が進行開始。まああっちは防御拠点化してあるからほっといてもなんとかなるだろ。ならない可能性の方が大きい気もするんだけど、最悪負けても寝返る城はないからほっときますか。あ、織田もまた来た。まあ、これで今川は本当に放っておくしかなくなったから、織田戦に集中しましょ。そんなわけでそのまま織田軍が集まってくるのを待ちまして、4部隊集まったところで合戦開始。兵力こっちの方が上か、楽勝だな。まあ楽に勝てたわね。そして行く。おお、終わりの城以外の軍が全て寝返った。これはもらったな。ということでこのまま包囲しまして、まずは集まってきた3部隊を撃退。
そしてこのタイミングで今川との攻防戦が発生。1800対1万3000か。さすがに厳しいかな。いや、敵は吉本以外は2000以下の部隊と国衆しかいないから、なんとかなるわよ。兵糧もあるしね。いや、終わるの早くね。楽勝すぎたわね。まあでもこれで今川方面は綺麗になったわ。よし、じゃあさっさと終わりを抑えに行くか。この後、まばらに3部隊ほど来たので撃退しまして。3ヶ月ほどの包囲で無事清洲城も落としたわ。これで小田はだいぶ弱体化したな。そして、捕らえた武将の東洋だけど。あれ、信長じゃん。なんとノブちゃんと東洋交渉となりまして、名所のある城の城主になりたいということで、とりあえず確約20年で採用しました。これはでかいぞ。信長東洋できたのはでかい。まあでも1年以内に名所のある城取らないと出てきちゃうけどね。名古屋城じゃダメなのか？まだ政策通してないから配置替えできないのよね。ついでに通すための維新も少し足りてないから、名古屋城に入れるのは間に合わないかも。一応ダメ元でやるだけやってみるけど、そうなると岩村城取ることも視野に入れといた方が良さそうだな。武田と隣接するからあんまり取りたくはないけど、まあそっちは最終手段って感じね。で、一旦騎乗してから再度進軍しまして、お次は犬山城。防衛部隊をサクッと倒して、こいつも2ヶ月ほどの包囲で落としました。よーし、これで終わりを抑えたぞ。織田の方はこれで一段落って感じだから、そろそろ今川の方にも行きたいわね。とか言ってたら向こうから来たな。なんかこっそり斎藤の方からも来てるし、また防衛戦かよ。まあとりあえず今回はいい時間なので、続きは次回ってことで。はい、お疲れ様です。今回はこれにて終了です。いやー、簡単になりそうだったんで、他勢力を滅亡させるの禁止の縛りを入れたんですが、信長来ちゃいました。まさか東洋できてしまうとは。織田家はこの後どうなってしまうのか。次に続きます。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなど、いただけると励みになりますので、よろしくお願いします。